今日のこのゲーム、昇格がかかった大きな一戦となります。見事勝利を収め、サポーターと歓喜を分かち合うことはできるのでしょうか。本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間は日本対オランダ、こちらをご覧いただきます。天候ですが、今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中、今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。日本対オランダ、オランダ今日は絶対に負けられません。勝負の90分が始まります。裏へのスルーパス、ネスタ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。スペースを使う、ムバッペが受ける、遠藤から伊藤、スピード上がってきますよ。伊藤からアーチのようなパス。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。やはりルディガーには注目ですよね。あのサイズ感は迫力ありますよね。最近のディフェンダーはスピードも必要ですけど、彼はそのあたり十分な速さもありますし、フォワードには走り負けないんですよね。攻撃でもそのスピードや高さは生きてくるので、攻守に渡って期待できますよね。相手にとってはハーランド来た。オランダハーランド昇格に近づく大きな大きなゴール。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ、オランダこの重要な試合で価値のあるゴールを決めています。大きな1点になりましたよね、はい、今日みたいな昇格のかかった試合でのゴールはいつもの1点とまた違った重さがありますよね。さあ、カウンターのチャンスになります。抜けてくる、折り返す、シュート、いやこれはクロスバーよりわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。柔らかいボール、いいボールだ。ロナウジーニョ、ネスタ、ハーランドからのパスはディフェンスが対応、マルキーニョス、このディフェンス。さあ、ここでカウンター、対応します。ちょっと危ないぞこのパスは。ソン・フンミ、おっといいボールでしょ、抜けてくる、上げてくる、どうだ、ヘディング決まった、追加点オランダ、連続ゴール、一気に畳みかけます。頭で正確に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。ハーランド今日2点目のゴールです。さあ、オランダさらに1点を追加し2対0としています。
オランダとしては2点差というのは精神的にも楽になりますよね、はい、ただ相手はロナウジーニョ決めた、オランダ立て続けのゴール決めてきました。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあオランダ3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね、はい、サイドを使います。これは合いません。ギュンドーは裏へ届くか、シュートノイザー詰めている、追加点オランダ、怒涛のゴール、勢いが止まらない。キーパーの弾いたボールうまく詰めました。1対1切り込むかと呼んでいた。サードシュート決まった、追加点オランダ、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。ゴールを奪った瞬間トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。ロナウジーニョ今日2点目です。さあオランダ現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。ベッケンバウアー、ここはカットします。硬いディフェンス。ギュンドーはコスタクルカ、さあハーランドスペースに出す、これはチャンス、ここはオフサイドありません。シュート、いやー追加点オランダ、ハーランドハットトリック。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。火薬庫まさに大爆発というところです。オランダ着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですがどうでしょう。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし本当に素晴らしいですよね。前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差、縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。日本対オランダ、オランダが大量リードで折り返します。後半見ていきましょう。スペースを狙うムバッペ、遠藤、これはなかなかこじ開けられない。オランダは素早いカウンターを、シュート、ノイアー、こぼれます。さらにいった、日本はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。遠藤から伊藤、中村、伊藤へ、さあ久保、このマッチアップどうなる、ゴールのかこのパス、伊藤自分で行く、今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。はい、よく止めましたよね。ここで一旦リセットして落ち着きたいですよね。ギュンドーは右サイドへ振って、サカスペースに出す、サカからソン・フンミン、
ソン・フンミン、マッチアップのシーン。来た、シュート。中盤でボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。チャンス、シュート。これはキーパー、デリフト。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。オランダとしては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。このパスを受ける、シュート、ゲット。日本中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。さあ日本一矢報います。スペースにいいボール出たんですけどもね。このボール危険です。いや、少しいい形になりかけたんですけどもね。ギュンドーアンパスでつないで攻め込んでいきます。ネイマールへ、サカ、アーランド、ネイマールに渡る。フリーで受けた。危ないシーンでしたがクリアの対応。ロナウジーニョへ、モリタ、このボールをカットします。スペースを使う。さあカウンターだ。裏のスペースを狙う。さあ来たか、狙えるか、シュート。いやー、よく反応しましたね。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここはドリブルで上がる、ムバッペ、ここで受ける、シュート。これはよく止めました。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ここはつながりません。シュート、ゲット。日本、このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。さあ日本チームとしての意地を見せます。コース空いた、シュート。いや、追加点、オランダ。どこまで点差を広げるんでしょうか。ハーランド、フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。いや、さすがの決定力ですよね。ボールを受けてからシュートまでイメージ通りって感じでしょうね。さすがハイレベルなプレーを見せてくれますよね。ハーランド、これで今日4ゴールです。さあオランダ、このゲームの主導権を完全に抑えています。
アディショナルタイムは3分という表示です。裏へ出るか、伊藤に渡る、ディフェンスこれを読んでいた、グリーズマン、笛です。7対2オランダ昇格決定です。選手そしてサポーター最高の瞬間を迎えることができました。さて北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。オランダとしては見事な試合運びでしたよね。昇格がかかった状況でメンタル的にも難しかったと思うんですけどもね、チームとしての強さを見せましたよね。そうですね。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。オランダは強敵の待つ次の戦いへと進みます。